皆さんこんにちは、りなです。ドイツから日本に帰ってきて、まずはお寿司ですね。毎回ドイツから帰ってくるときにはお寿司は食べに行くんだけど、やっぱドイツから帰ってくると寿司が食べたくなるんだ。 Yes。 で今回はちょっとおしゃれなお寿司を食べたいと思います。行きましょう。オープニングにも言ってた通りに、今日はちょっとおしゃれなお寿司にしたいと思いますので、カウンター席でこう目の前で作ってくれてる。で私たちは選んだのがこのおまかせの11貫コース。イエーイ、楽しみ。お酒は？お酒も飲む。あ、飲むんですか、社長さん。もうなんか日本にずっと飲んでません？あれじゃなくて、あのドイツにいる時に梅酒がないから、もうすごい恋しくなるよ。ちなみにカウンターなので、ここに1貫ずつおまかせできて、あ、本わさび。本当だ。あれ2種類のガリ？これガリじゃないでしょ。ガリじゃないか、セロリ。何セロリ？セロリ、はい、セロリは浅漬けです。その名前、セロリの浅漬けと面白いガリちゃん。1品目来ました。なんかめちゃくちゃ美味しそうだよ、うん、お酒も来た。ビールでございます。はい、ありがとうございます。飲み物来ましたよ。ではお帰りなさい。はい、乾杯。ウェルカムトゥジャパン。あー、これ美味しい。うわうまっ。梅酒やっぱり最高。ドイツにはないそんな美味しいお酒でしょうね。ドイツにも甘いお酒はあるけどね。リキュール、うん、ソーダ割りで飲むものじゃないよ。いいこと思いついた。何？梅酒をドイツに流行らせて、ああ、ひともげしますか。梅酒はそこまで高くないから。ドイツ人の女性も多分梅酒好きだと思うよ。うん、好きだと思う、ね、甘くて。本マグロの中つまみでございます。はい、ありがとうございます。めっちゃ美味しそう。美味しそう。マグロとたくあんと白ネギ、あの海苔に巻いていただいて、お塩つけてお召し上がりください。はい、やばいですね。めちゃくちゃ美味しそう。イエス。自分でネギトロを作るってことね。うん、ふん。じゃあこれをこっちに。もうちょっと下手かもしれないよ。手でいけば。手はダメ。手でいいですよ。手はダメらしい。これもつけた方がいい。うん、たくま。はい、オッケー。わさび、お好みで。で、これをつけて、で、いただきます。あ、めっちゃいい音する。うん、そう、食感いろいろあるから、めっちゃ美味しい。クリーミーでシャキシャキして。うん、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 うるさいね。皆さん、これね、絶品。マジでうまい。見て。このちょんちょんってつけていただきます。うん、うまっ。そうだよ。うわ、爆盛りしてるやん。まあ、これ最後だから、もう全部入れないともったいないなと思って。爆盛りネギトロ。これ、閉まんないし。たくあんがね、本当にいい食感を生み出してる。これ。うん、うん。マジやばい。めっちゃ美味しい。人生で一番うまいネギトロだったね。そう、めちゃくちゃ美味しいですね。ありがとうございます。だし巻き卵。はい。じゃあどんな感じなのかな。ドイツになんだっけ、だし巻き卵。卵焼き？あの、オムレツ。ああ、そっか、オムレツになるのか。うん、いい匂い。うん、ふわふわ。うん、うん。甘口。これドイツに絶対にないよ。甘口だし巻き卵？あの砂糖。卵に入れるのが。ああ、そっか。そうだね、オムレツとかあれだもんね。ネギとかパプリカとか入れてオムレツスタイルにしたもんね、ドイツね。そっか、甘い。甘くて美味しい。はい、本日一貫目、クエの握り。クエの握り。クエって何？クエ？英語でわからん。ドイツ語でもわからん。調べればクエ。ちょっと聞いてください。あの高級魚クエ。ドイツで食べないと思うよ。どうなってるかわかんないけど、グルーパーって言ってますよね。あ、グルーパー。私も英語知らないけど。多分日本人、うん、ヨーロッパ人食べないじゃない？本日のクエ、30キロ超えのクエになります。美味しそうだね。うん、うん、美味しいですか？うん、ここのなんか食感が面白いね、うん、魚だけじゃなくて、こうちょっとネギっていうネギだ。ネギみたいなのがついてて、ガリとか
食べてみた方がいいでしょ。本当は間に食べなきゃいけないでしょ。ジジあ、口をリセットするためね。うん、おいしい。辛すぎない。ちょっと甘くない。俺さっき食べたけど、うん、そうちょっと甘みがあるよね、このガリ。すごいおいしい、うん、パクパクいくやん。いや、セロリもちょっとあ、セロリの浅漬け、うん、おいしい。美味しいよね。俺セロリ苦手だけど全然美味しい。あ、そうなの。美味しいと美味しく思う。何、緑の味はするか。そう、緑の味がするっていうイメージがある。多分子供全員嫌いだよ、セロリ。あ、まあね、私大人になると食べれる。嫌いだったと思うよ。そうそうそう。でも私大人になったけど、タカが大人じゃないからね。でもナス食べれないからね。子供だね。シャカシャカ何。俺ももうなくなってきたよ、ほとんど。私の方が多かったよ。ね、私はタカより早く飲んでるかもしれないよ。まだコース始まってさ、一品二品目でしょ。このペースで飲んだら 5,6 杯飲まなきゃいけなくなっちゃうから。No、 そんなことない。あ、そうなの。そんなことない。いや、もうなんか4種類ぐらいの梅酒があったからまだいろいろある。あ、よかったね。ベロベロになるレナさん。これでも結構ふーってな感じだよ。おいしい。和三本梅酒飲んでみる。ソーダ割り。あ、ほんとだ。あ、でもすっきりしてるよ、うん、甘みあるけどすっきり。おー、いきますね。グビグビ、うい、グビグビいきますね。おすすめのロックです。なんかピンク、ピンクを入れただくとピンクがより映えると思う。ピンクだよ、ピンク。え、ピンクだよ。あ、そうなの。え、気づいてないの。気づいてない。ピンクに見える。ピンクに見えるよ。はいはいはい、早く飲んでください。うん、全然違う。さっきと和三本のやつと、うんうん、なんかちょっとアプリコットとかみたいな感じはする。あ、そうなの。飲んでみて。お、本当だ。あ、さっきよりお、アプリコットって書いてある。アプリコット。私バカ舌じゃなかったよ。よかったね、アプリコットって書いてあったね。たまには味を当てれるんだね。違う、たまには味当てれる。いつもバカ舌だけどね。本当はタクがバカ舌。違うよ。さすがでございます。今視聴者もびっくりしてるよ。レナです。いつもバカ舌なのに。すっごい嬉しい。はい、はい、ラインでお味ついております。あ、すごい、美味しそう。美味しそうだね。やっぱ雪みたい。あは。車エビ、おとり食い、めちゃめちゃ美味しそうだよね。ヒマラヤ岩塩、雪みたいな。そう、プレゼンテーションいいよね。ね、いただきます。そんなびっくりするの。歯ごたえやば。あ、そう。プリ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 って感じ。めっ、言葉が出ないの。めっ。何これ。え、レナも生の方が良かったかもよ。いや、まだわかんないよ。うまっ。あ、これも美味しそう。めちゃめちゃ美味しそうだよ。うわ、色が艶やか。めっちゃ綺麗。エビって感じ。美味しい。うん、ふん。歯ごたえはプリプリしてる。めっちゃプリプリしてる。あ、じゃあ一緒かも。その生とめっちゃ茹でた感じのちょうど間。いい、うん、ふん。まだ社長が言ってるよ。アプリコット当てたことが嬉しい嬉しい。みんなさんめちゃくちゃうるさいよ。めっちゃ嬉しいよ。アプリコット私当てたってずっと言ってる。タカが飲んでみてもアプリコットということは分かんないよ。さっき飲んだよ。さっき飲んだけど、あ、これはアプリコットだなと思った。さすがに。さすが俺でもね、アプリコット感じた。感じてないよ。俺アプリコット食べたことないもん、そもそも。次は金目鯛。金目鯛。金目鯛は聞いたことある。これも綺麗。金目鯛。どうぞ。うん、やわらか。うん。あの、すだちがちょっとある。おお、うん。コメントに自信が出てきましたね。アプリコット当てて。ですよね、はい。さすがですね。わかんじたじゃないからね。さすがですね、社長さん。めっちゃ香りいいね。でしょ。ちょっと炙ってんじゃない。炙ってない、ね、皮を炙ってます。皮だけ炙ってですよね、はい、香ばしいなと思った後にすだちが来たから。レナはすだちしか分かんなかったけど、俺は炙りまで見抜きました。何これ、罰ゲームなの。めっちゃ美味しい。うわー、すごい。ボタンエビ、はい、こちらボタンエビ、黄身酢おろがけでございます。レナにとって最高じゃん、エビ好きだもん、ね、エビが2つも出るのか。いいね、ボタンエビ。うわ、めっちゃ
で、あ、こう肉厚、ね、うん、すごいよ。どうした？ブリンブリン、うん、やっぱ食感で楽しむって大事だね。すごい、これいい、あのこれ本当にプリプリ、あのさっきより柔らかい、すっごい美味しい。赤イカ、イカでございます。赤イカ、はい、イカでございます。塩でお味付けしております。 お塩でどうぞ。タカは絶対に好きだよね、イカね。なんかこう刻んであるみたいな刻んである。何違ういや、まあまあまあ、そうじゃない、いいじゃないですか。何、日本語おかしい。いはい、食べてください。いや、教えてくれないと。うん、うん、なんかイカの食感はあるよ。レナ別にいつもイカ食べないもんね、うん、でもこれは食べたい。おいしい、これはおいしい。さすがですね、はい、はい、でお客様ですね、ヒラメ、レナヒラメ、はい、うん、どうぞヒラメ、はい、ヒラメは何かわかんないけど、ヒラメってあれじゃん、あの平べったいさ、あのペラペラペラって動くやつ、泳ぐやつ。オッケー、ヒラメも別に食べないもんね、いつもね、うん、食べたことないと思う。自分から選ばないもんね。なんか食感もなんかイカに近いみたいな、こう柔らかさがある、うん、あ、でも美味しい、うん、いただきます。はい、私はちょっと苦手なやつ。いや、レナも全然苦手じゃないと思う、食べれば。あ、そう、うわ、うま、あ、さっぱりしてるわ。でもなんか締めサバとかカハラほどすごい青物っぽいような雰囲気ではないですね、やっぱり。そうそう、締めサバや、今もう一回同じことを繰り返そうとして、繰り返して編集でカットした俺の頭良のバレた。あー、美味しいよ。そうそうそう、それだけでいいよ、うん、難しいこと言わなくていいよね。もう一回言って、美味しいもの、美味しい。次のお寿司、赤貝、赤貝の握りです。赤貝もなんか自分から選ばないお寿司の、まあ、レナはね、よくあるね、選ぶことはないと思うよ。あと多いよね、貝のプリプリの感じがある、ね、食感いいよね。でちょっとなんか海の味がする。あ、今までの中で一番好きじゃないかもしれないけど、正直でよろしい。見て、俺のセロリとガリまあまあ残ってるけど、レナのもうほぼありませんよ。さっきはセロリばっかパク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 食べてね。美味しいよ、このセロリ。確かにさっぱりしてうまいね。何を人のとこから取ることする。中がセロリ好きじゃないって言ったから。いや、好きだよ。うん、このセロリは大好きだよ。はいはい、はい、いいよ、セロリいっぱい食べていいから、レナの一つのネタちょうだい。の交換条件の、そんなことはない。のどぐろの炙りでございます。のどぐろの炙りでございます。炙ってるね。うわ、うまっ。うん、レナが言ってたことわかるわ。私はなんて言ってた、覚えてないけど。おいしいって言った。うん、うまっ。香ばしい香りするねって言ってましたよ。確かに香ばしいのと、なんかタレ上につけてるタレがすごいおいしい気がする、うん、食感がいい。ちょっと甘いよね。あ、これ全部の中で一番おいしかったよ、うん、いや、もう一個食べたいぐらいのおいしさ。今日の中でベストワンですか。ベストワンです。まだ終わってないけど、ウニだって。塩とこういう味付けいかがいたしましょうか。あ、レナは塩で。塩、え、俺も塩にしようと思ったの。いいよ、じゃあ俺醤油で。なんで、どうせ、はい、レナが塩で俺醤油。いいよ。海苔を巻いた軍艦巻きか、まかない握りかも選べるんですけど。おー、じゃあ軍艦で。軍艦巻きのお塩ですね。かしこまりました。じゃあ僕握りの方の。はい、なんで違うものにするの。レンと一緒じゃ嫌じゃん。どうせ2回バカ舌と一緒じゃ嫌ですよ。あ、そうなの。超美味しそう。ありがとうございます。もうやっぱ超綺麗、宝石みたいな感じね。はい、じゃあいただきます。うん、苦さとかもなんもない。うまみちゃん、うん、すごい。クリーミーで、もうちょっとだけの塩の振った感じはする。レナでもわかる、うん、レナでもわかる美味しさ。どういうこと。
これは本当にめちゃめちゃ最高なウニです。函館さんの、はい、ありがとうございます。無添加函館産ウニ、醤油で触んない戦争になるわうん、本当だ、美味しい。苦さとか何もないよね。何もない、ね、もう全くない、旨味しかないって感じ。そうだよ、うまっ。函館から届いた感じがする。はい、分からんけど何を。でも新鮮な感じはめっちゃする。めっちゃ新鮮な感じはする。わかんないけど、ウニが苦手な人でも絶対食べれる感じがする。そうだよね。そう、茶碗蒸し来ました。うわあ、美味しそう。俺が一番好きなお寿司行ったら一番好きな茶碗蒸しあれ安いと思いますよ安い男です。茶碗蒸しってマジうまいよね。あ、柚子がついてるよ、見て。あ、本当だ、柚子のつぶつぶがついてる。うん、美味しい。これが、うん、タカが絶対に好きそうな茶碗蒸しだよ。うまいですか、うん、はい、ありがとうございます。あ、いかがでございます。はい、大トロ炙り握りでございます。大トロの炙り、すごい、うまそう。うまそう、大トロの炙り。うん、めっちゃ柔らかい。めっちゃ脂があってもうなくなったね。もう溶ける、うん。で、これがこれだって食べた先のエビ、車エビ貝殻を炙ってくれたのかな。愛知県の魚は車エビということはしてた。あ、そうなの。 Yes。 何、愛知県、え、車エビって魚じゃないよ、甲殻類。そうだよそれほど愛知県の人が、あの、エビが好きだよ。きそうだよ。うわ、お菓子みたい。うん、すごい、めっちゃ香りが広がる。うわ、最高。エビせんべいって感じだね。もうより10倍ぐらい美味しいよ、ね、もう生だもんね。うん、うん、パリパリやもんね。すごい、うまそう。はい、宮田のタレです。うまそう。はい、来ました、タレアンダゴ。うん、うん、うん、すごいよ本当にすごい。あったかいし柔らかいし、溶けていく、うん、溶けてくるし、甘いし、もう全部、もうとりあえず全部。アナゴも大好きだからね、よかったね。もう最高。はい、メネギの握り、ありがとうございます。メネギだって、メネギの握り、岩塩を添えて、うんうんうん、すごい最後としてはめっちゃいい、うん、締めでさっぱり、うん、美味しかった、全部美味しかったね、うん、マジでめちゃくちゃ美味しかった。満足、大満足、うん、はあ、美味しかったよ。食べましたね、めちゃくちゃ美味しかったね。めちゃめちゃ美味しかったし、ちょうど良かったし、まあ、ちょっとお高めだったけど、まあ、本当にそれぐらいの味もだったから大満足です。確かに記念日とかね、お祝いの時とかね、今回はレナの帰国のお祝いできたから、そういう時にはめちゃくちゃいいと思います。この動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。